今回はアメリカの通貨パンダエクスプレスで人気のオレンジチキンの作り方を紹介します。揚げた鶏肉に甘酸っぱいオレンジソースを絡めた酢豚のような料理です。オレンジの香りが爽やかで風味もよく食欲が進む一品です。それでは作っていきましょう。材料は鶏もも肉を角切りにしたものを12キロ。はじめから唐揚げ用にカットされたものでも OK です。ニンニク、生姜、唐辛子のみじん切りを少々。オレンジの皮を刻んだものを少量用意します。オレンジの搾り汁も使います。鶏肉に下味をつけます。醤油を大さじ 1.5 くらいでよく揉み込みます。紹興酒または酒を大さじ1で飲み込みます。これを冷蔵庫で30分以上寝かせます。合わせ調味料を作ります。砂糖を大さじ3に入れます。酢を大さじ3入れます。醤油を大さじ2入れます。オレンジの絞り汁を大さじ5入れます。 100% のオレンジジュースでも OK です。オレンジの皮も入れておきます。よく混ぜ合わせておきます。鶏肉に衣をつけます。水溶き片栗粉を大さじ3くらい入れます。小麦粉を大さじ2くらい入れ、全体になじむように絡めていきます。そうしたら片栗粉を全体にまぶしていきます。粉が全体につき、肉のベトついた感じがなくなるくらいまで粉をまぶしていきます。粉くらいになれば OK です。鍋に油を入れ、170度くらいの高温に温めます。油が温まったら鶏肉を入れ揚げていきます。肉を軽く握りながら油の中に入れることで粉がしっかりとつき、カラッと仕上がります。肉を全部入れ、肉の表面が固まってきたら、火力を弱めてじっくりと火を通していきます。ここからだいたい3分くらい揚げていきます。3分揚げてこのくらいの色になってきたら、一度油から引き上げます。油の温度170度くらいの高温に温め、再度油の中に入れ、2度揚げします。仕上げに高温の油で揚げることで表面がサクッと仕上がり、油切れも良くなります。だいたい15秒から20秒ぐらい揚げれば OK です。鍋に小さじ1くらいの油を入れ、ニンニク、生姜、唐辛子を炒めます。香りが出てきたら合わせだれを入れ沸かします。
騰したら水溶き片栗粉大さじ1弱入れ、とろみをつけます。揚げた鶏肉を入れ、タレと噛まれれば完成です。さらに盛り付けます。これでオレンジチキンの出来上がりです。甘酸っぱくて香りのいいタレが食欲を刺激します。オレンジの代わりにみかんや柚子を使って作っても美味しくできますよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。